真実、それは何？心理学的から見ると真実は様々。人は1秒間に2億個の情報の部分に囲まれ、しかし我が脳そのうち234しか受け止めない。つまり 29.9991% 捨てられる。すなわち一つ物事を見、人の思考、そのフォーカスに導かれて認識の認知に現実とともに真実も変わる。昔アメリカである事件が行われ、平凡人と不動産やニューヨークの道を歩いて、平凡人が何も気づくにふらっと歩いただけ、不動産の好きな不動産やあちこちに見、この不動産がいい、この不動産がいいという個人的な真実を語って、そのフォーカスにあらゆるチャンスを見て、その一方戦争が行うとき、勝者が自分の事実を真実として語っていく。従って人の目線、人の解釈によって真実の可能性が広がっていく。真実知りたい、そういったの貪欲が人の自己満、正義感を満足させ、ギャップを埋める仕組みに過ぎない。どの真実や法則、人間によって語って、要するに過ちの範囲が残って、なおかつもし多彩化の次元が存在するとして、自分のフォーカスの自分の感情や気持ちによる感覚によって、そういった真実、それに合った周波数変わっていく。従って世の中で何か手に、何かの真実語り、人に届けたい、一大事のそれに合った感覚と強調することで、